キャラクターのモデリング、自分で 3D で作りたいということでですね、3D の勉強をしにやってきました。このウサギを簡単にさっと作ってみます。某侍のロボットみたいな。そうですね。今からそれに変更してもいいんですが、ちょっと怒られちゃうんで。で、あ、できた。人形ができました。これだと丸とか円柱とか、最初からの形しか作れないので、この形をちょっと編集して、もっといろんなものを作れるようになっていこうっていうところで、ちょっと次のセクションに入りたいと思います。はい。ポリゴン編集という機能に入りたいと思います。さっきのうさぎさんがちょっとディティールアップしたものがいて、耳とかもですね、これ半円みたいな感じになっていて、表側が平らになっていて裏側が丸いみたいな形になってます。あとこれ微妙にスカートがちょっと下が膨らんでただの円柱ではなくなったりしてます。あとはこういう縦とかですね、五角形っていう形がもともとブレンダーに入っているわけではないので、こういったものを作ったりとかやっていきたいと思います。はい、ポリゴンの基本的な要素っていうのをちょっとその前に簡単に紹介したいと思います。ポリゴンっていうのは面のことなんですけども、ただこのポリゴンを構成するためにはいくつかの要素があったりします。この角に当たるところ、今すごく大きくしてるんですが、角っちょの点のことを頂点と言ったりします。でこの頂点と頂点を結んでる線、これのことを辺と言います。実際に面になっている場所です。面って言ったらそのままなんですけども、はい、これのことを面と言います。はい、ちょっと待ってください、これ数学の勉強みたいですそうですね、いきなりちょっと小難しく感じるかもしれないんですが、はい、いきなり数学になりましたよこれ。ただこれ実際やってみるとすごい簡単なんですよ。本当ですか。実際にちょっとそこに入ってみたいと思いますね。先ほど作ったこのキャラクターの頭だけを掴んで編集モードですね、はい、入るとこんな感じでなんかオレンジ色だったりとか、まあちょっと黒くもできるんですが、こんな感じでなんかよく見ると小さな点がありますよね。はいはいはい。これがさっき読んだ頂点というやつです。ああ、なるほど。これちょっと普通に選択していただいて、さっきの移動ツールと同じで移動すると頂点だけを移動できるんですね。気持ち悪いそうですね。ここの上のところにちょっと頂点と辺と面のボタンがあるんですが、辺を押すとさっきの頂点が消えてしまうんですが、同じような感じで辺単位で移動できます。こんな感じでへこませたりとかですね。で最後この面を選択してやると面を選択できるので、こんな感じで面単位で選択したりできます。で削除も同じように X キーでその面だけを削除できたりします。穴が開いちゃいますね。穴開いちゃった。ああ、なるほど。ポリゴンを編集する場合って、この頂点と辺と面をそれぞれまあ必要に応じて切り替えて編集するって感じになりますね。ということでちょっと早速うさぎさんの続きをこっちで作ってみたいと思います。耳は同じような感じで UV 球で作るんですが、長細くするところまでは普通にできてしまうのですが、ただですね、耳の表側だけを平らにしたいと思った場合ってポリゴンを編集することになります。なるほど。編集モードに入っていただいて、ブレンダーってちょっとこの奥に隠れてるところって選択できないんですよ。こうなっているとここら辺って選択しきれてないので、見えてるものしか選択できないので、このワイヤーフレームボタンというさっきちょっと紹介した表示を切り替えるボタンなんですけど、ここで正面のところ選択していただいて、ちょっとすごい見づらいですが、こんな感じで選択して X キーで面を削除します。ちょっとこんな感じでここに穴を開けることができます。でこれ蓋をするのはどうするのかって話なんですが、どこに蓋をするかっていうのを指定しなきゃいけないんで、ここをちょっとぐるっと指定しなきゃいけないんですね。これショートカットがありまして、オルトキーを押しながらここをクリックすると、ここスパッとまとめて選択してくれるんですね。この状態で面のメニューからフィルっていうものを選びますと、ここにパンと蓋をしてくれます。ちょっと三角形でぐちゃぐちゃとなってますが、これ気にしなくていいので、なるほど、こんな感じで真っ平らに蓋をすることができます。でこのスカートの裾を広げるとかも、ちょっとこれも拡大縮小が使えるので、ここだけ大きくしたらスカートって裾広がりになるので、これも編集モードに入って、で面を選択する状態にして、そこを選択して、でそのままスケールすると、こんな感じで裾広がりのスカートが簡単に作れます。おお、本当だ。半分だけを選択するのはどうするんでしょう。はい、そうですね、真上から見る必要があるので、画面の右の方にあるこの十字みたいな、そこの Z っていうところを押していただいて、はいはい、その状態で結構近づけるといいかもしれないですね。カメラもっと下に下げたいんですけど、中ドラッグとシフトキーを同時に押して、こうですね。あ、そうですね、はい、でこの真ん中によく見るとちっちゃな点があるんですが、そこをちょっとやや覆うような感じで、あ、なるほど、こんな感じで、あ、素晴らしい。あ、1点だけ、これ1個だけ外すにはどうしたらいいんですか。シフトキーを押しながらそこをクリックすると外れますね。はい、じゃあこれで X キーを押していただくと、 X、 これで面というものを選びます。面を削除、あ、半分になりました。次は縁を取るんですよね。
はい、辺にするんでしたっけ。はい、そうです、辺に切り替えていただいて、こうと、はい、で、フィル、汚い感じの三角がいっぱいできましたけど、とりあえずこれで OK ですか。はい、今回は全然気にしなくて大丈夫です。はい、まあそれっぽくなりましたね。はい、ちなみに編集モードに行くのって、タブボタンでもいけます。まずはオブジェクトモードで体を使います。その状態でタブキーを押すと編集モードに入るので、面を選ぶのってショートカットがあるんですね。頂点と辺と面がそれぞれ数値の 1,2,3 に割り当てられているので、3、そうですね、3を押してからクリックみたいな感じになります。はい、これでスカートの下を選んでいる状態。まあ、S キーのスケール、ショートカットでもいいですし、スケールの、おぉスカートっぽくなりましたね。はい、でですね、今ちょっと面を削除したりスケールしたりしたんですけれども、その他にもブレンダーには結構いろんなポリゴンの編集方法があります。例えばその角を落としたりするベベルとか、面の中にさらに面を差し込んで二重の面にしたりとか、ちょっと口で言うと何のことやらって感じもするかもしれないんですが、これ見てみないと分かんないですね。そうですね、なのでちょっと実際にやってみたいと思います。ウサギの剣と盾を作るのをちょっとお見せしますね。まずは盾からですね。盾はちょっといろんな作り方があると思うんですが、今回は立派包帯を作って、でちょっと厚さを少し縦っぽくしてしまって、縦ってさっきのやつの五角形だったので、ここに頂点を追加して下に下げれば五角形になるんじゃないかと思うんですね。編集モードに入って、ここでループカットという機能を使います。これを使うと、なんか近くの辺に行くとこんな感じに黄色いプレビューが出るので、縦に割りたいのでここでクリックします。ほうほう、なるほど。そうするとここにエッジが追加されて、まあ、エッジに合わせて頂点とかも全部追加されるので、辺モードでもいいので、このまま下のエッジを掴んでグイーッと下げると、もう結構縦っぽいですよね。もう縦じゃないですかあと縦の周りにちょっとこう縁があった方が縦っぽいと思うので、この面選択モードでこの面とこの面を選択して、面を差し込むという機能を使います。これを使って押すとこんな感じで、おお、なんかアウトラインみたいな感じで全体的に内側に変わる。それっぽい、それっぽいですよね。次にちょっとまあ厚みが欲しいので、ここの縁だけ少し盛り上がってる方がそれっぽいかなと思うので、押し出しモードに入って、ここをグーッと内側に押し出します。あんまり行き過ぎちゃうとこう突き抜けて変なことになっちゃうので、行き過ぎない程度に、ちょっと周りのものに厚みができる程度ですよね。そうですね、下に引っ張る。はい、あれ、なんか変な方に引っ張ってた。そうですね、ちょっと歪んでる感じがするので、この十字キーを使った方がいいですね。画面の左の方に、あ、これ、これ使うと移動するときにこの軸が出てくるので、おお、なるほどなるほど、はい、これで青い軸にの方向にだけ動かしていただくと真下に動きます。こういうことですね。はい、で綺麗になっていると、こんな感じで、で次は押し出し、ちょっとだけへこめればいいので、はい、でこんな感じで後ろから出してない感じで、やったー、できました、あざす。こんな感じでちょっと物を作っていけるんですが、さっきのあのウサギの耳の時みたいに結構左右対称のものって多いじゃないですか。例えば車のタイヤとかも左右に対称ですし、正確に言うと奥にもちょっと2個ずつなので4個並んでるので、それをなんか手でこう複製してなんとなく場所合わせるのってちょっと微妙だなっていうふうに思うことがあるかと思うんですね。そうですね、絵だったらともかくね。そのためのこのモディファイヤーという機能があります。モディファイヤー、なんだろう、強そうだけど。そうですね、めっちゃ強そうですねモディファイヤーというのはですね、なんか例えば左右対称にしたりとか、うん、何かを何センチ置きに並べたりといった感じで、この物に対して増やす魔法をかけれるみたいな感じのイメージ。特殊能力ってことですね、これも。そうですね、少年漫画風に言うと魔法みたいなものですね。そういう機能を使うともっと簡単に物が作れたりします。なのでちょっとこのモディファイヤーを使って車を作るところをちょっとお見せしようと思います。お願いします。一回邪魔なんで一回隠しちゃいますね。あ、非表示ですか、これは。あ、そうです、非表示です。 H キーを押すと非表示になります。まず車のボディなんですけども、まあ、今回簡単にちょっと四角から加工して、ちょっと上の方に持ってって、まあ、編集モードに入ってちょっとこう潰してちょっと横幅を潰して、セダン型みたいな感じにしたいので、真ん中に人の入る空間というか作ります。さっき使ったこのエッジループ一回クリックすると、ここの下にループカットとスライドっていうのが出てくるんですね。大きくすると何回分割するかっていうのを変えれるので、今1分割ですが2分割にするとこんな感じで2本の線に変わるんですね。本当だ。これ、まあ、ダラダラと増やすとめちゃくちゃ増やすこともできます。ほう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 。で今回は2分割にして面選択に切り替えて、うん、真ん中のところを選択で、こちらを押し出して、
おお、ちょっと変な形ですが、なんとなく車っぽくなってきましたよね。そうですね、はいはいはい。ちょっとこう上狭くするとちょっと可愛いかもしれないですね。おお、もうそれっぽい。ここももう少しこう斜めとかにしてもいいかもしれないですね。こんな感じで、まあ、ちょっと車のボディだって今回はちょっとこれで言い張っちゃいましょう。で、次タイヤなんですけども、またこれもシフト A で新しく円柱を追加します。さすがに縦向きだとよく分かんないので、回転の仕方なんですけども、コントロールキーを押すとちょっと5度ずつスナップしながら回転するんですね。綺麗な角度に持っていけるわけですね。そうですね、これで90度ぴったり横に回転させていただいて、あとはスケールで大きさをちょっと整えて、まあ、ちょっと場所も整えて、ちょっと厚さも潰しちゃったりなんだりして、車のタイヤ1個だけができます。で、さっき話に出てたこれをモディファイヤーを使って4つのタイヤに変えていきます。で、モディファイヤーはですね、このスパナみたいなアイコンがあるので、このアイコンをクリックするとモディファイヤーを追加っていう文字があります。ここからですね、ミラーってやつを選びます。鏡ってことかな。そうです、そうです。ただですね、ここの場所でミラーしても実はミラーされてるんですけども、何が起きたか全然わかんないですよね。なんか何も変わってないように見るミラーがついてるのに。そうですね。で、何を対象にミラーするかって決めなきゃいけないんですよ。このミラーオブジェクトってあって、スポイトマークがあるので、今回の場合はこのボディを中心にミラーすればいいので、もうスポイトマークを押してボディをクリックします。そうするとこんな感じで、まあ、ちょっと X 方向のミラーでしたけど、こんな感じで奥側に複製されます。ほうほうほう。反対側にも複製したいので、同じくもう一個ミラーを追加して、モディファイヤーを二重にかけてるって感じですね。ミラーのミラーで、もう一回ボディをクリックして、今度は X ではなくて対象の軸を Y に変更します。おお、これでもう4つのタイヤができちゃいました。おお、簡単ですね。意外と簡単なだけじゃなくてですね、さらにすごいことがありまして、これこのまま編集モードに入って、まあ、タイヤをさっきの縦みたいな感じで、もうちょっとここになんか厚みがあったりとか、タイヤっぽいディティールが欲しいなと思った場合、ここにやっぱり同じような感じで面を差し込んで、はい、でちょっとこれを押し出してみたいな感じで編集するんですが、なんと他のタイヤにも全部反映されるんですね。これは便利や。これはあれですね、ミラーっていうモディファイヤーがかかってるだけで、はい、オブジェクト自体は1個であるってことなのかな。あ、そうです、その通りです。魔法の力によって複製されてるだけなので、本体は1つなんですね。うわ、でもこれは便利ですね。ということで早速やっていただきたいと思います。やってみますか。よし、やってみましょう。今あの 3D カーソルというものを動かしたせいで、ちょっと今画面の中心ではないところに来てるんですね。 3D カーソルの場所を元に戻しましょう。オブジェクトのメニューからスナップっていうものを選んでいただいて、カーソルワールド原点ってやつです。ああ、よかった。 3D カーソル間違えていじらないようにしなきゃいけないですね、これ。そうですね、ただ 3D カーソルはちょっと使いこなすと便利なので、ちょっとこれは後々使うかもしれないです。ループカット、あれ左下に出てこない。一回ループカットした直後に出ます。これを2にすると、今度はこいつにモディファイヤーミラー、こいつをこれにすると、おお、できた。おお、ちょっと位置があまりかっちょくないですけど、でもその場合もですね、片方直すだけで全部直るんですよ。そのまま移動すると勝手に寄っていきます。おお、いいですね。そしたらまたこいつにもう一回モディファイヤーを追加。はい、ミラーで同じくオブジェクトはこいつ、今度は Y 軸できた。あとは面を差し込む、これでこうしてこっちですよね。はい、できた。車もうちょっとなこだわりたいな、かっこよくこれもう完全におもちゃの車だから。まあでもね、一応できましたよ。はい、ありがとうございます。実はここの次にですね、総集編としてこんな感じの作ってみてくださいの画像だけ用意してました。ほう、なんでしょう。はい、こんな感じです おもちゃの、まあ、SL みたいな感じなんですが、今までの応用編でできるってことですよね。はい、そうですね、今までやったことの組み合わせでできると思います。じゃあやってみましょうか。